ハッピーニューイヤー、バッシルです。ということで、2023年一発目の動画ということでございまして、本年もどうぞよろしくお願いいたします。本年もですね、相変わらず DAW を使った音楽動画やら、カメラを持って外に出かけてですね、映像を撮ったり、風景を撮ったり、それとね、最近ゲットしたですね、Zoom の F3 を使ってね、音声を撮ったり、そんなようなね、動画を作っていく予定でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。もしかするとね、まあ、上半期は、動画の更新ペースが落ちてしまうかもしれませんが、よろしくお願いいたします。またね、Twitter などでね、情報の方は更新していきますので、ゆるい感じで見ていただければいいなというふうに思っております。それでは行ってみましょう。チェケラ。はい、というわけでございましてですね、今日はですね、アートリア社が、開発したフィルターディストーションプラグイン、フィルター MS20 というのを使ってですね、音遊びの方をしていこうかなというふうに思います。このフィルター MS20 というのはですね、コルグの伝説のアナログシンセサイザー MS20 のフィルターとディストーションを再現したプラグインとなっており、 MS20 ならではの強烈なディストーションでサウンドをデザインすることができます。 MS20 といえばね、後で紹介しますけども、1978年に登場したね、コルグの伝説のアナログシンセサイザーということでですね、それに近いね、音を、プラグインで表現することができるということで、この年末年始ですね、DTMRの方にね、かなり注目されている、アートリアのフィルター MS20 ということでね、登場してます。はい、これがね、無料で、手に入れることができたというのはね、かなり大きいかなというふうにも思います。残念ながら1月2日までということになってるんでね、この動画が出る頃にはもう無料ではもうゲットすることはできないかもしれませんが、アートリアさんはね、こういったね、質のいい、レベルの高い、プラグインをですね、まあ年末ですとかね、イベントごとのね、時に無料で配布してたりすることもあるんでね、アートリアさんの動きっていうのも見逃せないかなというふうにも思います。はい、フィルター MS20 のね、特徴ですが、ピークコントロール可能なハイパス、ローパスフィルターを搭載。ステレオパラメーターにより LR チャンネルの割合を調整可能。モジュレーションにエンベロープ、フォロワー、ステップシーケンサー、ファンクションジェネレーターを搭載し、フィルターディストーションを自由にアニメーションすることができるといったプラグインでございます。それではですね、実際に DAW を使いながら、このフィルター MS20 をね、使って音遊びの方をしていきたいと思います。ごゆっくりご視聴ください。それでは行ってみましょう。どうぞ。はい、今日はですね、アートリアのフィルター MS20 というものを、紹介していくんですけども、現在これね、見ていただいているのはコルグのページなんですね。コルグのこう35年経った今も語り継がれる名機 MS20 をなんて書いてありますけども、アートリアさんは今回この MS20 に近づけたサウンドデザイン、サウンド表現をできるプラグインをね、開発してくれたということですね。まあ、MS20こんな感じでかっこいいんですけれども、これは MS20 ミニサイズか、 MS20 ミニっていうのかな。はい、ちょっとコルグさんの方も紹介していくと、1978年に発表したコルグのモノフォニックシンセサイザーね、今ここ読んでますけども、 MS20 は太く粘りのあるサウンド、強烈なアナログフィルター、自由自在なパッチングを特徴とし、プロアマ問わず高い評価を得た大ベストセラーですってなってますけどもね、この感じの音を表現できるプラグインということで、この年末年始ね、DTM 業界では話題になっているプラグインということですね。はい、ということで今エイブルトンライブの方に来てますが、こちらがフィルター MS20 といったものですね。はい、なんだかかっこいいインターフェースになってますけども、まずですね、このディストーションというのとフィルターというのとアウトプットというね、構成でできておりまして、でここにアドバンスっていう、アドバンスドっていうボタンがあるんですけども、これでね、この切り替えができますね。ここにモジュレーションというものが、このアドバンスドってところで出たり消えたり出たり消えたりということで、デフォルトだとこういう状態になってるので、このアドバンスドっていうのを押すとモジュレーションが出てきます。で先ほどね、紹介でもあったように、エンベロープ、フォロワーからステップシーケンサー、ファンクションジェネレーションといった形でね、モジュレーションすることができます。はい、で
ディストーションとフィルターアウトプットってあるんですけども、これを、まあ、ディストーションからフィルターに入ってアウトプットするパターンと、この矢印で交換できてですね、フィルターからディストーションに入ってアウトプットするといったようなね、このパターンもね、こう変えれるというような構成になってますね。で、ここに先ほどもね紹介したハイパスとローパス、ピークをね、こう調整したり、ステレオもねこう左右に振るというかね、そういったことが可能になってますね。はい。で、ここのモジュレーションの部分は、ここのね、よく見るとここに丸い小さな丸ボタンみたいなのがあるんですけども、ここでこのようにね聞かせ具合をね、こうパーセンテージマイナス、こっち下に下げるとマイナスになって、上に持っていくとこうプラスでね、アマウントを調整することができるようですね。フィルターと、ディストーションにもこのようにアマウントがついてます。アウトプットにもついてますね。あとこの FX レベルですとか、アウトプット、ディストーションのアウトプット、あとドライ&ウェットのところにもこのようにねアマウントできます。このピークのところにもありますね。はい、細かいところはそんなとこでしょうか。それから、なんといってもね、このプリセットが多いということがね、非常に魅力の一つかなというふうにも思います。まあ、ゼロからね、デフォルトの状態からゼロで、自分で調整していくのもいいんですけども、プリセットでね、選んで、そのプリセットをこのようにね自分でさらにデザインしていくっていうのもありかなというふうにも思います。はい、それでは僕の作ったねサウンドでフィルター MS20 というのを聞かせながらちょっとプレイしていこうと思います。今回はですね、こんな感じの音を作ってみました。バスヒデ。はい、それではね、僕が作ったビートを聞きながらフィルター MS20 をいじくってみようと思います。はい、今日使うビートはですね、まあ非常に簡単なループなんですけど、キックとハットとスネアと、あとジャズマスターっていうね、ライブに入ってる音源なんですけども、はい、こんな感じの音を使ってます。それからベース音はですね、ネイティブインストゥルメンツのスキャービーのリッケンバッカーベースというね、ベース音を使ってます。はい、この音源を使った非常に簡単な、ね、ループ音でフィルター MS20 を使っていこうと思うんですが、まず通してね、僕が作ったサウンド、素のサウンドですね、聞いてもらいましょう。はい、こんな感じのね、なんとなくいい感じのループなんだけど、なんかボリューム感がないかなっていうか、迫力感がないなって言ったようなね、平たい感じのループ音なんですけども、ここにフィルター MS20 を入れて、ちょっとね、こう迫力をつけていくっていうか、ボリューミーな感じにしていこうかなというふうに思います。はい、まずキックのね、音をね、フィルター MS20 入れていこうかなというふうに思います。はい、フィルター MS20 ペンと出てきましたね。で、今これね、さっき使ってたんで、クラシックなんちゃらかんちゃらって書いてありますけども、普通はね、こうデフォルトってなってるはずです。はい、で、このデフォルトのね音を、はい、こんな感じでね、今いじりましたけども、いじくってやっていくっていうのが、まあ主なパターンになるかなと思うんですけども、例えばこのねステップシーケンサーとかも自分でね、このように変化させて、でこのねモジュレーションをアマウントさせて、このねアマウントさっきも
説明あったと思うんですけど、このね真ん中のボタンでこのようにやるとステップシーケンサーが反応してドライブされると、ドライブに入るという感じですね。でファンクションジェネレーターもこんな感じでアマウントしてサウンドデザインしていくよっていうような形ですね。まあ、プリセットもね、ファンクションジェネレーターに関してはあるので、これを参考にねするっていうのもありかなというふうに思います。こういったねサインというね波形が出てきましたけども、こういうのをね、使いながら自分のオリジナルのアレンジをするっていうのもありかなというふうに思います。で、元々のねそもそもの音をこのデフォルトではなくてこうオールプリセッツ、まあプリセットもねこうカテゴリーにこうかなりねディストーションとかダイナミックス EQ フィルターとか分かれてるんですけども、まあこのオールプリセッツっていうのを見れば全てのプリセッツを1回で見ることができるので、ここからねなんか選んで、じゃあドラムなのでドラムループブレイクリズムっていうのにしようかなとか言ってこんな感じで選んで、まあサウンドチェックはいしました。でここをまたねさらに自分好みのねサウンドに、するっていうのもね、ありかなというふうに思います。はい。ではね、次はこの上音ですね。上音。これをね、この音ですね。上音。こういったね上音に特にこのフィルター MS20 っていうのはね威力を発揮すると思いますね。で、先ほどちょっとね立ち上げた時のプリセッツが入っちゃってるんでちょっとこれはまあ無視して、ですねこのねさっき練習をしていたんですけどもいい感じのプリセットがあったんでそれを入れようと思います。このねリードサイケデリックパルステーションっていうねパルセーションかパルセーションズっていうのがかなり良かったんでこれを入れます。はい。かなり効いてますよね。ちょっと一回バイパスにしてみます。はい、これを、リードサイケデリックパルセーションってやつを入れると、ちょっとドライブというかディストーションをね、29、30デシベルぐらいまで上げてます。で、ちょっとまあアウトプットとかもちょっとこう好みでドライウェットをいじったりして、でアドバンスズって。まあこれもねプリセッツのやつをねほぼほぼ使ってます。何も特にいじったりはしてません。ちょっと調整してるぐらいでねやってるんですけど、まあこの辺はねもう本当アートの世界になってきちゃうんでもうキリがないというかね無限に楽しめちゃうとこなので今回はこの辺にしておきますけども、こういったねプリセッツをね入れて、音の変化っていうのはね、どういう風になるのかなっていうのを楽しむのもいいんじゃないかなというふうに思っております。でこの状態で一回ね全て通して聞いてみましょう。はい、かなり来てますね。でちょっとベースがね今浮いちゃってるような感じがあるので、はい、このベース音にもフィルター MS20 をね入れていきます。はい、こんな感じでね。で
でこれも先ほどちょっと練習していた時にいい感じのねプリセッツがあったのでそれを入れようかなと思います。それはですねギターセブンピングっていうねパイングかなピングピングだよな、これを入れてみます。ちょっとねかなりズブズブのベースになります。もうちょっと乾いた方がちょ、このフィエフェクト自体はウェットに効かすんですけど、ディストーションをこの2時ぐらい、1時ぐらいがいいかなと。ステップシーケンサーがもうね動いてますんで、ここはマウントするとどうなんだろうとかね。でこのレイトというのが速さになりますね。今8分の1になってますけど、これもねあの周波数に変えたりすることもできるんで、僕はちょっと周波数の方がやりやすいなっていうふうに思うんですけど、はい、こんな感じで一回聞いてみましょうか。はい、かなりねサウンドは変わりましたよね。はい、でまああとはねこっから普段のねミックスで、まあ、ダイナミックス、コンプレッサーとかをねこうちょっとベース音とかキックに入れて、もうちょっと、迫力をというかね音圧を上げるっていうのもね、こんな感じでね、バランスを整えて、まあ、曲にしていくんですが、フィルター MS20 はねかなりあの強力なねエフェクターであるっていうことがお分かりいただけたんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけでございまして、今日はですねアートリア社が開発し、この年末年始にですね無料で配布していたプラグインフィルター MS20 というものを使ってね、音遊びしてみましたけども、いかがだったでしょうか。今回はね僕もざっくりねちょっと紹介した形で全てを伝え切ることはできなかったんですが、あれだけねあの強烈なフィルターをディストーションをかけることができるということで、その辺はね分かっていただけたんじゃないかなというふうにも思います。はい、皆さんのね得意なサウンドでこのプラグインを使って、音楽をデザインしてみてはいかがでしょうか。というわけで今日はこの辺でお別れしたいと思います。どうぞ本年もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。